長官、長官って、ちょ開けてって、なんでうるさい、何してんの、は、なんで開けて、何言って帰ってくるなって言うだろう。何しとったんだ、ちょっと入って閉めてんの、何しとんの、迷惑だろが近所に。ちょ、こんなんやらんといてよ。は？なんで帰ってきたぞ。は？どういうこと、なんで怒ってんの、まずは。好きにせえって言うたろが、帰ってくんなって言うたろが、昨日。いやいやいや、なんで怒ってんねん、だから行くなって言えじゃん、怒ってる理由わからんと、あんたねえ、何？お母さんが怒ってる理由わからんとって。わからん。は？昨日なんて言った、お母さん。いや、好きにせえって言ったらさ。言ったよ。うん、好きにせえって。じゃあ、あかんって言ったよ。そんからお母さんも好きにする場合って。帰ってくるなって言うたろ。いや、それは帰ってくるよ、そんな家やねんから。は？なんで家のルールも守れん。帰ってこんでええって。じゃあ、あかんかったらあかんって言ったよかったよ。あかんって言うたろが。ダメって言うたばって、それでもあんたが昨日行く行く行くって言ってて、準備してから勝手に行こうとしたけん、もうそれでも行くなら好きにせえって。そんからお母さんも好きにするって言ったんだろうが。じゃあ好きにせえって言わんといてや。じゃあなんて言ったらよかったと。好きにせえって言うたばってんね。好きにせえって言うたらいかんのかなと思ったった。したら本当にバカたりがどこにおるか。なんでそんな怒られるのか怒れへん。まあよかったらお母さんも好きにせえって言うたけ。そやろ、うん、あかんって言っといてよかった。あかんって言うたるかって言ってた最初は。昨日泊まり行くなって言うたろが最初。ダメって言うたろが。それでも絶対行くで約束してるから、俺は今日行くでって言って荷物まとめて出ようとしたけん、こぎゃん止めても行くなら好きにせえって言うたった。その好きにせえが本当に好きにしてええに聞こえたんかねえ。は？考えれば分かっとうが。いや、こんな怒んやって言ってよかったよ、じゃあその時に。分かっとうたい。ねえ、分からんと。ねえ、好きにせえって言われたら、ああじゃあ好きにしますって。あんた前も怒られたろ。ねえ、学校の先生に授業中ペチャクチャペチャクチャ喋って、もうこぎゃん邪魔になるならヒロちゃん出て行ってくれって、授業の邪魔になるけん出て行けって言われて、ああ分かりました、じゃあ出て行けって言われたんで出て行きますって出て行ったろが。ねえ、その時怒ったろお母さん。ねえ、その後謝り行ったろが先生に。あんたすげえ経験しとって分からんと、好きにせえが好きにせえじゃなかっていうことぐらい。は？好きにせえって言われたから好きにしましたって、一応成長しとらんね。一緒だろだい。教室出て行けってよ、ああ言われたけん出て行きましたと、好きにせえって本当に好きにしたって一緒だろだいって。分からんね、怒っとる人の気持ちが。ねえ、分からんねって。分かっとったでしょあんたも。これで言ったら怒られるなっていうのは分かっとって言っただろうかって。は？どっちね。好きにしたらいかんって分かっとって言ったんだろうかって。本当にお母さんが好きにせえって言ったけん好きにしたっていいよと。好き勝手したら怒られるって分かっとったけど言ったんだろうがって言ってたねって。聞こえてる、あんと、あんたねえ、だけど帰ってこんでよかって。もう好きにせえてだけん、よかっても帰ってこんでよかは、もう好き勝手一人で生きていけよ。ごめんってじゃん。ごめんじゃなかった、どうせ謝りゃ 2,3 日で許してもらえるとねって思いよっただろうが、どうせあんたのことだけね。えお母さん、まさか好きにせえって言って本当に好きにして出ていくとは思わんかったね。一応電話もしたよ。
ひろちゃんはちょっと今日は泊まり行かせられんけんね、泊まりこんかもしれんって。ごめんって。もし料理の準備とかはしとったならごめんねって、すいませんって。バッテン一応ね、止めたバッテン。好きにせえって言って、家は出て行かしたけどね、もしかしたら帰ってこらすかもしれんけん。その時はごめんねって電話はしたたい。向こうのおばちゃんには。楽しかったね。は？あれだけ行くなって言うて。そっでも行くけん、じゃあ好きにせえって言って、じゃあ好きにするわって。帰ってきても怒んなよって言って出て行って、泊まって楽しかったねって。ねえ。すいませんでした。え、許さんってもう。そりゃ謝っても許さんばい、今回は。え、じゃあどうすんの？で、帰ってくんなって帰ってくんなよ。いや、帰って。好きにしてよかけやん、もうあんたの。は？ねえ、怒っとる人の気持ちがわからんとかって、あんたには。もう行きません。行きませんじゃなかったらもう行ったろが。いや、次は行きません。次はじゃなかった、次はなかったねえ。昨日の雰囲気でわからんかった。もう好きにせえって、そんからお母さんも好きにするって、あの感じでわからんかった、次はないって。いや、俺もなんか勢いで言ってもらった。行きたかっただけだろうが、遊びたかっただけだろうがって。反省しとっとか、しとらんのか、どうせ。いや、してるよ。帰ってきてお父さんも言いよったよ。いや、あんだけをお前が好きにせえて言うて、それで本当に好きにするようなやつらじゃにゃって、母ちゃんの気持ちば考えたなら帰ってくると思うばってね、俺はって。帰ってこんかったね。ね、本当好きにしたね、あんたね。好きにせえて言うたのお母さんばってんた。好きにせえて言うまでの過程はあっとた。ねえ、そこの一部分だけ切り取ってから。は？好きにせえって言うまで何回止めたかって言ってた、お母さんは。ごめん。まあよかった。そんからあんたも昨日お母さんの言葉を真に受けて好きにしただろうが。ねえ、だからお母さんが好きにせえって言ったけん好きにしただろうが。お母さんも言うたよね。そん代わりあんたが好きにして代わりにお母さんも好きにするって言うたよね。聞いとるよね。聞いとるよねって。うん。うんじゃなかった。はいだろ。はい。だけど好きにするけどね、お母さんも。あんたになんて言われようと。好き勝手するけんね。お母さんのタイミングで洗濯もするし、ご飯も作るし。どこどこ乗せて行ってとか、どこどこ連れて行ってとか、朝起こしてとか言うなよ。好き勝手するけん、お母さんも。そりゃ起こしてやってもいい気分の時は起こすかもしれん。乗せて行っていい気分の時は乗せていくかもしれん。ねえ。待って、お母さんの気分。好き勝手するけんね。わかったね。わかったねって。はーい。あんまふざくんなよ。チャンネル登録よろしくねー。